ロックダウンではあるんですけれども、外出制限とかもかなり厳しいの で、私たちのパートナー団体もですね、そこからほとんど身動きを取れなくって、うん、UAE とイスラエルとの国交正常化をガザを統治している政党の人たちが、そのイスラエルに対して攻撃、報復で電気を結構止められてしまって、本当の意味でパレスチナを守ってくれる人はいなかった、アラブの国として立ち上がってくる人はいなかったっていうことで、やっぱり物を配ることってその時で終わってしまうので、知識をつけてもらうことで時間をかけて改善をしていってもらうっていう、やってなんぼとか支援してなんぼみたいなように見られることもある、うん、一人一人の力を優しく引き出すっていうのが JVC のやっぱり特徴なのかな。災害に対してやっぱりニュースで見て日本は大丈夫なのか、道を歩いてるような人たちとかも聞いてきてくれる、ね、日本の中にこれだけ現地のことを思う人ってどれぐらいいるんだろうなっていうこと、